どうも影山です。今日はですね、えー、親の生き方を学ぶということについてお話ししたいと思います。えー、僕の両親はね、今のところ健在でですね、えー、まあの高齢ですね、かなり高齢の部類に入ると思うんです。もう後期高齢者の、えー、状態になっているんですけども、あの健康でね、えー、生きていてくれてますし。 介護も必要ない状態でねいてくれてるんでね非常にこうありがたいと同時にね、えー、それが心強いという気持ちになっておりますでそういう両親を見ていてですね僕自身がこう学ぶべきことというかその感心することっていうことが多々あるんですねやっぱりその例えば父親なんかで言うとすごく行動力があるんですね。その行動力 とそののスピードがものすご何かをやる次何かをこう思いついてやるその行動というか動きがものすごい速いほんでどういうんですかねその健,健康であってっていうか健康のためにやることであったりね自分がちょっと腰痛を持っていて、えー、僕もちょっと2週間に1回は施術するんですけどもそのそれを良くするためのその気持ちそのエネルギーも結構 高くてですねそのためにはいろんなことをやってくれますし僕が教えたそのエクササイズであったりそういうこともしますし自分で調べてねそれを試してみたりとかほんでそういうことをしていくっていうことでそのスピードの速さというかねそういうことがすごいなと。でその集中力集中中力力 高齢であったら集中しにしてだからしにくいというかあんまりのんびりしてるイメージがあるんですけどうちの父親なんか見てるとねものすごい集中してやりますしねで結構その完璧主義っていうわけではないんかもしれないんですけども結構その自分で全力を尽くしてやるっていうかねそういう姿勢を見てるとですね、えー、かなり僕はその勉強になることがあってですね僕もだからその動きは早いと思うんですね。その人,より人とと比べることはないんですけども自分で 思いついつてはそれを、まま、とりあえずやってみるとで継続するかどうかはそこからまたいろいろ考えていくんですけどもそういうあの次,に次に移る行動っていうのは僕も早いんですそれは父親譲りというか父親を見て思ったりそのぐずぐず明日に回すんではなくてもう今日やってしまうっていうねその行動力っていうのは父親を見習ってるところもあります。それを ベースに僕はできているかなというふうに思ったりしますね。であのやっぱり父親を見てるとエネルギーがあるあるりますよねすごくエネルギーがあるんでほんでこうまあ元気もありますし、えー、それでこうちょっと嫌いになったりすることもあるんですけどもそれそれすらも頼もしい感じでねうんいいですねだからあのこれからもね長生きしていってほしいなと思ってますけどもまあのまあ。あの いいですね。もう心強いですね。で母親に関してもですね母親は結構ね落ち着いているというかねこ結構その怒ったりしないんですね。あの若い頃はちょっとよくわからないですけども今はもうほんま穏やかでね、えー、全部丸く収めようとする。で あの何事にもそのどじない感じまあ心の中ではわかんないですけどもそういう動じない感じがあってですねまあまあマイペースというかねそういうところがあってですねこれはこれで僕も見習いたいなと思ってるんですねその僕もこうどっちかというと短期なところがあったりしてそれを、えー、こう直すというか違う目線でこういろいろ考えて、えー、自分のまあまあいろんな感性を高めてですね、えー、こう変えていくようにこう努力をしているんですけども、えー、まあ母親 の,ようなね、あのこうどっしりしたなどっしりというかこう落ち着いた感じああいうのをこう、まあ、受け継いでいきたいとそういう風な こと思いほん、ね、で、えー、基,本基本的にやっぱり謙虚ですよね謙虚な姿勢でいるっていうところがねやっぱり謙虚すぎるんちゃうかなと思ったりもすることがあるんですけどもそういうところは僕は、えー、謙虚に思う部分も最近はしっかりこう出てきてるしっかりというか出てきてるんですけど基本的にはこうあの自信を持ってこう動くというところが多いんでなるべくこう謙虚にこう、えー、謙虚な姿勢でこうで。 物事向かっていきたいとそういうのをこう母親は見て思ったりしますね。ということでですねやっぱりその両親っていうのはねやっぱりそれなりにやっぱりいろんな人生経験を積んでますんでねあの学ぶべきところっていうのは ものすごくあると思うんですね。で、あのそういう自分の両親を見てですね、やっぱすごいなって思うところがありますし、この両親にの元僕が生まれてきたことっていうのがすごくありがたいことやなと思います。で、そういうことをね、やっぱりあの日々というかそのそういうことを感じさせる親であ,ある。 親で会っててくれいですよね。うん、いろんな親いると思うんですけども僕は今の両親で大満足という状態ではあります。ということでですねえー、親の生き方を学ぶということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます